ラマザン、エーズガンは、オーストリアドルンビルン出身のサッカー選手。ブンデスリーガバイエルレバークーゼに所属。元オーストリア代表。ポジションはゴールキーパー。ラマザン、エーズガンと表記されることもある。オーストリアブンデスリーガ2部に属していた SC、アウストリアルステナウの育成部門出身。19歳で、トップチームでのデビューを飾った。初年度から優れたプレーを見せチームに、貢献。 22歳で、オーストリアエルステリーがリーグ最優秀、ゴールキーパー賞を獲得した。2006年の夏、トルコシュペルリガのベシクタシュ JK よりオファーを受けるが、オーストリアブンデスリーガの強豪レッドブル、ザルツブルクへの移籍を選択。2007年5月9日の SV パッシング戦で、オーストリアブンデスリーガデビューを果たした。レッドブルザルツブルクでは、正ゴールキーパーティモックスの控えであったため、 同時にサテライトチームの試合にも出場。同チームが所属していたオーストリアレギオナルリーが、西部優勝での優勝に貢献した。2008年1月に、出場の場を求めて、ドイツ2部に属する TSG1899、ホッフェンハイムへレンタル移籍。スタメンの座を勝ち取り、ドイツカップやドイツ2部の試合で活躍、同チームのドイツブンデスリーが昇格に貢献した。二千十一年、 当時ドイツ2部に所属していた FC インゴルシュタットレイヨンに移籍。119試合に出場し、ドイツブンデスリーガに昇格した。2015から16年シーズンには、ドイツブンデスリーガで28試合に出場。リーグ残留を果たし、2016年の夏に、バイエル・レバー空前に移籍した。2008年5月、オーストリア A 代表の GK ヘルギパイアーが病気で、リタイアしたため、 2008年 UEFA ヨーロッパ選手権オーストリアスイス大会の A 代表メンバーにヨーゼフ・ヒッケルスベルガー代表監督により招集された。オーストリア u 21代表では23試合に出場している。国際 A マッチ7試合0得点。ありがとうございます。